皆さんこんにちは、山木ひろゆきです。それではこれからけん玉の基本技を紹介したいと思います。これらの技の技とそれからやり方のポイントも同時に紹介したいと思いますのでご覧ください。まずは持ち方と構え方です。けん玉の持ち方ですが、親指と人差し指、このようにけん玉の剣を持ってください。こんな形になります。中指と薬指、小さなお皿に当ててください。こうなります。はい、けん玉の構え方です。足を肩幅ぐらいに開きます。そして私は右利きなので、右手の同じ足、右足を半歩前に出します。これ左利きの方は左足を半歩前に出します。相手の方の手、私は左手なので左手をこのように当てます。球を止めてください。はい、これで構え方ができてます。ここでポイントですが、けん玉のお皿に乗せたいということでこのように構えちゃう人もいます。これはダメです。このように構えちゃうと肘が内側に入ってしまって余計な力が入っちゃいますので、このように縦に構えます。こうすることによって肘が開きまして、ゆったりと技ができます。はい、それでは球をよく見てください。小さな穴から糸が出てます。ここをよく見ていただいて、けん玉の技をするのにリズムがあります。1、2の3です。1で膝を曲げ、2で引き上げ、3で球を受け止めるという、そのリズムがあります。一度やってみます。大皿です。1、2の3、1、2の3、こんな形になります。それでは大皿を3回やってみます。1、2の3、1、2の3、1、2の3、このようになります。さあ、この後小皿に入ります。持ち方は今の大皿の持ち方と同じです。お皿がこのように小さいお皿になります。それではいきましょう。1、2の3、1、2の3、もう一回いきます。1、2の3、はい。続きまして中皿です。この部分ですね、これが中皿です。持ち方は今の小皿の持ち方と同じです。球をしっかり止めてください。では行きましょう。はい、続きましてろうそくです。ろうそくはこの剣の剣先、この部分をつまんでこのように持ちます。ちょっと不安定になりますので、しっかりとこうつまんでください。で、ここつまむ時にぐっと力を入れちゃうとちょっと指が痛くなってしまいますので、軽くこのようにつまんでいただきます。親指、人差し指、中指、この3本でこのようにつまむとつまみやすいです。薬指はそうですね、この剣先にちょっと裏あたりをこのように支えていただくと、ちょっと剣玉の剣が安定します。このように少し剣を斜めにするのがコツです。まっすぐ玉を垂らしまして、小さな穴をよく見ます。はい、玉が止まりましたら始まります。次の3、ろうそくです。この時にこのけん玉の剣は斜めになってますが、玉が上がった時にこのようにまっすぐ戻すのがポイントです。ではもう一度いきます。
このようになります。続きまして、止め剣です。このように、剣玉の剣に玉を下から引き上げて、玉が剣に収まる技です。それでは行ってみましょう。持ち方が変わります。剣玉の剣をこのようにつまんで持ってください。こんな形になります。大きなお皿が自分の方に向くといいでしょう。皆様の方には小皿が向いてます。私の方に大皿が向いてます。糸と剣玉の剣、ここが三角形を描くように構えてみてください。こんな形です。はい、相手の方の手で玉を止めます。この時に玉を上から見下ろすような形、小さい穴が見えます。ここをよく上から見下ろしてください。はい、しっかり玉が止まったら、これも1、2の3のリズムになります。膝を使って1で玉を下ろし、2で引き上げて、3でこの剣に刺さります。1、2の3。もう一回いきます。これが止め剣です。続きまして、飛行機です。飛行機は、今度、玉を右手で持っていただいて、剣玉の剣を前に振っていただいて、このように刺さる技。これが飛行機になります。さあ、一回、これはですね、やってみます。このようになります。それでは、ポイントです。剣玉の玉と、剣玉の剣、そして糸があります。これをですね、まっすぐピーンと張っていただいて、絶対にこの状態で糸が出てる剣玉の剣、ここを自分のに向けてください。この部分ですね、糸が出てる部分、ここを自分のに向けます。で、必ず剣玉の剣は空いてる方の手で、この部分、ここを必ず持ってください。これこのように持ったり、このように持ったりしてはいけません。ここの部分、この部分をね、よく持ってください。そして、このまままっすぐの状態で斜めにします。この時に絶対にやっちゃいけないのは、斜めなので、こうなったり、こうなったりしちゃいけません。この状態のまま、こうです。こうですね。はい。そして、今、左手で剣を押さえてますので、左手を離します。離すと剣玉は向こうの方にふわっと流れてきます。また戻ります。この振り子の原理を利用しまして、離したときに膝をちょっと曲げてください。このようになります。一番向こうに剣玉の剣が行ったときに、玉を少しこう引いてあげてください。あまり思いっきり引きますと剣が回転しちゃいますので、少しでいいです。もう一回いきます。このようになります。これが飛行機です。続きまして、振り剣です。振り剣は、前に剣玉の玉を振りまして、このように、玉が剣に収まります。一回やってみます。このような技です。もう一度いきます。これが振り剣です。では振り剣のポイントです。構えはこのようにまず止め剣のような持ち方をします。はい、このままですね、剣玉の玉を空いてる方で掴みまして、この状態で斜めにします。こうなります。こんな形です。玉を前に振るんですけど、これを左手を離すだけです。離すだけ。
したりしちゃいけません。こう押してはダメです。こういうふうに押しちゃダメですよ。はい、このまま離すだけです。一番玉が向こうまで行きましたら、この剣先をちょっと自分のお腹にちょっとこうこのように当てるようなイメージで引いてください。こういうふうにひねります。こんな形、こう、はい、ではここでやってみます。このようになります。振り剣はとても難しい技なので、ではこれから3回振り剣をやってみます。構えます。はい、このようになります。